もしかするとその結婚相談会のコンコンっていうのが実を結ばないかもしれません。皆様こんにちは、杉口かなです。今日も始まりました大人のリッチコンかなチャンネル。このチャンネルは自分のことを大好きになって、大好きな彼や世界から愛され、愛も富も美も手に入れ、夢を楽しく軽やかにサクサクどんどん叶えていって次元上昇していく方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、今日の動画はですね、結婚相談所にいい男いません、残念っていう悲しいお話でございます。普段男性との出会いやご縁がない方が婚活をしようと思ったら、おそらくここに行きませんか？結婚相談所。まあ結婚相談所に行ったら、これはもう結婚できるんじゃないのかなって思って、それで結婚相談所の門戸を叩くと結婚できるんでしょ？だから私結婚相談所行きまーすっていうね。女性の皆さん、今日の動画、ぜひ最後まで聞いててください。もしかすると、その結婚相談所のコンコンっていうのが実を結ばないかもしれません。まあでもね、いい男います。私いい男を捕まえましたっていう方、もちろんね、そういった方も私のクライアント様の中にもね、結構いらっしゃるんですよ。だから、このタイトルはお察しの通り、釣りです。ごめんなさい。最初に謝っときます。結婚相談所にいる男性の、ま、属性っていったところをね、お話をさせていただきますので、婚活女性の皆様、結婚適齢期で焦っている皆様、今日の動画は必見でございます。今日の動画っていうか、いつも必見なんですけれども。はい、では早速行ってみましょう。今の婚活の主流ってアプリ？ペアとかね、お見合いとか、トーカレとか、ウィズとか、タップルとか、ティンダーとか、婚活アプリを活用される方が多いかなと思うんですけれども、アプリに抵抗感がある方や、または自分だけの力じゃなくて、プロの、結婚相談所の方のアドバイスが欲しい、結婚相談所の方から紹介してほしいっていう方もね、いらっしゃると思います。結婚相談所に登録をすることで、男性のご紹介をいただくことができるので、そういったシステムを活用するっていうのは、私は素晴らしいと思います。タイトルと違うじゃないと思われた方はごめんなさいなんですけども、そもそもね、どこで男性と出会うかっていうところの制限をナンセンスだなと思っていて、私は素敵な男性と出会うんだと思えば、アプリだけとか紹介だけとか、そういった決め事ってないと思うんですよ。手段を何でもいいかって思うと思うんですよね。はい。だからまあ結婚相談所があるかなしかって言ったら、正直、ありだと思います。ただね、いい男がいるかどうかっていう話なんですけれども、そのいい男の定義も人それぞれ違うと思うんですよ。例えば人によっては、年収2000万以上とか、経済的なことを求める方もいらっしゃれば、私のことを一番大切に最優先にしてくれる彼っていう方もいらっしゃれば、様々だと思うんですよね。で、この動画を見てくださってる方であったりとか、私が普段主催している、エグゼクティブコンカネルビジネス婚活塾のクライアント様の層とかを考えた時に、エグゼクティブコンカネルって言ってるだけあって、割とね、ハイスペックな方とか、頼もしくて男気ある男性を求める方が多いですよね。だから、エグゼクティブな男性、まあ、リッチな男性、ハイスペックな男性、一流男性、そういった方たちの、まあ、層を、いい男っていう単語にまとめさせていただきますと、まずそういった方たちは、結婚相談所に入会するかしないかで言ったら、しない方の方が多いです。例えば、年収で話をすると、1500万とか2000万とか3000万とか、高収入の方っていうのは、収入源が一つだけじゃなかったりとか、または自分で会社をされていたりとか、自分の人生を自分の手で切り開いてきた方が、まあ割と多いかなと思います。いきなり何もしなくても金が入ってくるわけじゃないじゃないですか。自分で努力をして掴み取ってきたの今、ですよね。ただ、ボンボン、2代目、3代目とかで何もしなくても勝手にお金が入ってくる。不動産を譲り受けて、まあ自動的に不動産収入が毎月ボン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 入ってくる方とか、自分の夢とか努力とかそういったところ以外から勝手に入ってくる人っていうのは、自分で道を切り開いてきたっていうよりかは、まあ運とか、家庭環境であれば、ある種の宿命だと思うんですよね。なので、自分の人生を自分の手で掴み取ってきた方っていうのは、誰かに何かを言われたりとか、
いうよりかは自分で決めたかったりするんですよね。だから結婚相談所に入るってことはルールもあるし制限もあるし、かつもちろんお金もかかるわけであって、そういった方たちはそういったところに行かずに彼女がいるから婚活する必要がないとか、あとは紹介とか自分で探して出会ったりとかってところなので、結婚相談所のアドバイザーの方からどうしたら出会えますかとか、お相手の女性はどう思っていますかっていうことを聞かなくても自分でやりたいんですよ。自分で決めて自分で行動したいんですね。だから相談所に入会しなくても自分でやっちゃうっていうタイプですね。はい。例えば経営者タイプの方とか営業バリバリで結果を出される方っていうのは相談所に入会せずとも自分で掴むってところですね。もちろん結婚相談所に入ったら自動的に女性と出会えるってわけではないし、もちろん自分の魅力を伝えたりとか相手の気持ちに立った行動をしたりとか、そういったところはもちろん必要な部分ではありますけれども、そこまでせずとも困っていないっていうのが正直なところだったりします。で、結婚相談所に入られる男性っていうのは恋愛にちょっとこう苦手意識があったりとか、女性との付き合い方がわからなかったりとか、出会い方すらもわからない。だからね、相談所のものを叩こうかなと思って入られたりしますね。うん、結婚相談所に入られる男性がいけてないと思っていなくて、ただ性格的には奥手でシャイで内気でちょっとどこか装飾的な男性、装飾的な男性がダメとは言ってないですからね。そういった男性も私は魅力的だと思うし、そういったところに行くことによって自分の幸せをゲットするっていうのは、それは努力とか頑張りとかがあってこそですから、だからそれはそれで結婚相談所で出会ったカップルっていうのも私は全然ありだと思うし、むしろどこで出会ったかってそんなに関係ない。ただね、私のクライアント様の層とか、この動画見てくださってる中でいい男ってどこにいるんですかっていう、そのいい男の定義が自分で道を切り開いたりですとか、自分で売り上げを上げたりですとか、積極的に果敢に行動を責める方っていうのは結婚相談所に入会していない方が多い。女性でもそうだと思っていて、本当にもう絶対結婚したい、もう私早く決めたいと思ったら、真剣度が高ければ高いほど自分っていう商品をいろんなところに置くと思うんですよね。例えば友達に婚活しているからこういった男性がいれば紹介よろしくとか、またアプリをするとか、出会いの場所があったら参加してみるとか、そしてお金をかけて結婚相談所に入会をして男性を紹介いただくとか、何をしても全然いいと思うんですよ。真剣度が高い人ほど相談所に入りますし、相談所に入るってことは自分の身分証明、独身証明書とか、そういった身分を提出するので、社会的な安心度はあると思います。性格的な部分は、お互い知ってからのやり取りになってくるかなと思いますので。はい。ということでね、結婚相談所に、いい男いません。残念。はぁ。っていう、際どいタイトルをつけましたが、相談所に入られてる方が、いや、そんなことないのになっていう方もきっといらっしゃると思います。だから、あくまでね、まあ、一つの一意見として聞いていただけたらなと思いますし、どこで出会ってもいいと思うんですよ。選択肢の一つとして考えていただけたらなと思います。今日の動画が参考になったら嬉しいです。公式 LINE では、どんな女性も一流男性から愛される方法 7days を無料で配信しておりますので、ぜひ概要欄から公式 LINE も登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は、高評価とコメントもぜひよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。この動画を見てくださっている、婚活をされている皆様、無限な可能性を秘めていますからね。絶対、素敵な男性と出会えますから、いい?出会うのよ。いや、本当に出会えるんですよ。それを自分が信じるか信じれないか、信じてる人は、信じてる人になれます。結婚相談所であっても、どこであっても、あなたは幸せになるために生まれてきたのだから、ぜひね、私の夢は叶う、叶う、叶う、言ってみてください。そう、では、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またねー。